ロシアの兵器製造工場としてフル操業を続ける北朝鮮、ウクライナ語がやばい。北朝鮮は1、圧倒的な戦争対応能力と完全な軍事的準備体制を整える。2、兵器の開発・生産を拡充させる。3、核兵器の数を幾何級数的に増やすという方針のもと、核兵器とミサイルの開発と生産を進めている。その一環として各種ミサイルの発射実験を行ってきた。しかし最近、北朝鮮のミサイル開発・製造の進展内容が少し違ってきている。それは2023年8月以降、大量の発射装置に搭載されたミサイルを配列した写真が掲載されるようになったことで判明した。つまり北朝鮮は昨年から量を生産することを重点に転換したのだ。大量生産のために北朝鮮が進めてきた実態を考察する。1、各種ミサイル実験からミサイル大量生産へ。特に注目されるのが次のことだ。まず2023年8月11日と12日に、金正恩総書記は先日ミサイル生産工場を現地視察した。そして我が軍隊の戦争準備を進める上で工場が担っている責任が極めて重大だ。砲弾の生産を幾何級数的に増やすことが非常に切実な問題だと訴えた。次に2024年8月、前回視察の1年後、軍需工業部門の各重要企業が生産した250台の新型戦術弾道ミサイル発射台を国境第一線部隊に引き渡す儀式が首都平壌で執り行われた。この時、軍需工業部門の労働者たちは武力装備の増産という重大な使命感を自覚し、軍需生産の重要目標を達成したと称賛された。 2. どこかに消えた大量製造されたミサイル。250台のミサイルは火星11号らであるという情報がある。その形式や能力は2連式の短距離弾道ミサイルで、射程110キロ以上、改良型は約300キロという。このミサイルが第一線地上部隊に配備されるというのはミサイル運用上はありえない。その理由は、ミサイル運用はミサイル上級司令部、ミサイル軍団あるいは師団、部隊の指揮下により統一して運用されるものだからだ。第一線地上部隊がミサイル部隊を運用することはありえないのだ。またこのようなミサイル部隊が第一線部隊の戦闘を直接支援することは基本的にはない。韓国国防部の発表でも、これらのミサイルは第一線の地上部隊に配備された形跡はないという。ではこれら250台はどこに行ったのか。行き先は第一線部隊の後方の行動陣地の中か、あるいはロシアに輸送されたのか。これほど多くのミサイルが韓国情報機関に発見されていないことを考えれば、北朝鮮の国内に存在するというよりはロシアに輸送された可能性の方が高いとみられる。3、北朝鮮からの供給が頼りのロシア。ロシアの作戦上の必要性。現在ウクライナ戦争でロシアはクルスクをウクライナに侵攻されている。このことでロシアは第二次世界大戦以降、自国の領土が攻め込まれるという不名誉な事態を招いた。そしてこの仕返しに大量のミサイルと無人機攻撃を行っている。北朝鮮の弾薬、ミサイルに依存している。ロシアは多くのミサイルや砲弾をウクライナに撃ち込む必要に迫られ、北朝鮮製のミサイルも使用されている。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領もこれに懸念を示している。北朝鮮が提供しているミサイルはイスカンデル M ミサイルとほぼ同じ形状の KN-23 だと見られている。ロシアは戦術ミサイルであれば何でも必要。火星11号らミサイルもロシアに移送されていると考えられる。北朝鮮は今この時期に一種類のミサイルを大量に保有することが喫緊の課題なのだろうか。いや、必要なのはロシアが戦局を打開することであろう。
ロシアの大規模弾薬庫がウクライナ無人機に破壊される。ロシアは大量のミサイルや砲弾を必要とし保管している。だがウクライナはロシアの大規模弾薬庫、具体的には2024年7月にはボロネジの弾薬庫、2024年9月にはトロペツ弾薬庫、これまでで最大規模の爆発を大量の自爆型無人機を使って爆破した。その中には北朝鮮のミサイルも保管されていたという。ロシアは近いうちにミサイル不足に陥る可能性がある。ロシアは北朝鮮が生産するすべてのミサイルを必要としている。ロシアは今後もウクライナの都市などを大量のミサイルで飽和攻撃を行う必要性から、ミサイルができるだけ多く欲しい、北朝鮮が製造すれば多くを購入するだろう、今この戦いで勝利のための一つの手段はミサイルなのだから。4、兵器を大量生産する基盤はあったのか。ミサイルを製造するには爆薬、推進薬に加えて技術力、鉄鋼生産力、電力、労働力が必要である。北朝鮮の技術力はロシアから提供を受けた技術やこれまでの開発の経緯から見てあると見てよい。鉄鋼生産能力については国力から、あるいはロシアからの支援でミサイル製造のための量を確保することはできるであろう。労働力はこれまで兵士に製造させていたが、これだけ大量に生産するには不足しており、民間の労働力を早急に必要としている。爆薬と推進薬製造施設として平壌の北約20キロにあるスンチョンに、2020年スンチョン林産肥料工場の建設を完了させていた。その竣工式には当時死亡説まで流れていた金正恩氏が突然出現したこともあって注目された。その工場は建物を詳細に見ると肥料も製造しているが、主に弾道部分の火薬やミサイルの推進薬となる燃料を製造している。これから大量のミサイル等を生産するために必要となるものは電力、そして労働力である。電力は極端に不足していたが、最近ロシアから供給を受け、あるいは火力発電の燃料をロシアから供給を受け、ミサイルを生産するための電力量は確保しているのだろう。ミサイルの製造、あるいは製造するための工場施設、工場を動かす発電と送電施設を建設するため、および材料などを運搬する輸送力を担う労働力が必要になる。兵器製造施設にはこれまで製造していた規模の労働力しかない。急速に製造するためにはすぐに働ける労働力が必要になる。それを北朝鮮はどこから集めるのだろうか。5、労働力を意外なところから連れてきた。北朝鮮は機械力がないためにほぼ人海戦術で多くの労力を賄ってきた。そのため慢性的に労働力が不足しているのが現状だ。さらに今回ロシアの要求を受けて兵器、特にミサイルを増産するために兵器製造工場や発電所を建設するための労働力が必要になってきている。これまでは軍兵士がそれらの製造を担ってきたが、ロシアの緊急な要求に応じるために兵士以外の労働力を求めている。それらの労働力をどこから持ってくるのか。それは水害を受け家屋や畑を失った人々のようだ。水害を受けた人々は家も土地も失ったために、とりあえず住む家や食料、そして働く場所が必要だ。北朝鮮政府もロシアの兵器要求を達成するために元気な労働力が必要である。被災者にとっても北朝鮮政府にとっても渡りに船なのである。ロシア軍兵器集積場を夜間攻撃、ウクライナ自爆無人機の攻撃。ロシア領内深くにあるロシア軍の兵器集積所に対するウクライナのドローンによる夜間飽和攻撃で大規模な火災が発生し、周辺に住む住民が避難を強いられた。ウクライナ政府関係者が9月18日明らかにすると同時に、ロシアメディアも攻撃を報じた。ロシア保健省によると、
この攻撃で少なくとも13人が負傷した。攻撃を受けたのはモスクワの北西380キロ、ウクライナ国境から約500キロ離れたトベリ州の人口約1万1000人の町トロペツにあるロシア軍の兵器集積所で、ウクライナの治安機関である保安局 SBU と特殊作戦軍によるオペレーションだったという。集積所に保管されていたのはイスカンデル短距離弾道ミサイルと自走式戦術弾道ミサイルシステムトーチカ、また北朝鮮から供与された KN-23 短距離弾道ミサイル、さらに滑空爆弾や砲弾だという。この攻撃には100機以上のウクライナ政治爆ドローンが投入され、集積所では大規模な火災が発生し6キロ四方が炎上したという。